おはようございます。松並悟です。今日も優しく学習していきましょう。今日はですね、前回自律神経節の話、受容体をしたんですけど、今日はですね、その続きです。今日はね、二重神経支配、あと拮抗支配ですね、と、あとはね、アルファとベータの受容体とかのね、お話をしていこうかなと思います。では早速いきましょう。はい、ポイント一つ目ですね。二重神経支配と言いますが、二重支配するのしないので、拮抗支配するのしないので、三つ目のねポイントきっちり覚えておいてほしいですけど、アルファベータって一個ずつ覚えなくていいんです。アルファは収縮っていうのがキーワードです。ただしベータ、心臓とその他はベータです。例えば心臓が収縮するって言われると、これはベータに入れてくださいねっていう。その他の収縮っていうのは全部アルファに入れたら簡単です。なのでこれだけねきっちり覚えておいてください。ではね、早速いきましょう。二重神経支配って二重神経って言ってるから、何と何なのっていうのは、交感神経と副交感神経に支配されている、まあ2つが関与してますよっていうこと。はい。心臓、気道、胃腸、うんぬん、かんぬん、いっぱいあります。いっぱいあります。で、ポイントでね、一個ね、押さえておいてほしいのは、瞳孔です。瞳孔。瞳孔は、交感神経、副交感神経、両方ともが関与しています。ただし、ですね。はい。下側ちょっと。はい。二重神経支配、二重支配を受けない。例えば、交感神経のみが作用しているのと、副交感神経のみが作用しているのは、これは二重神経支配じゃないですよね。まあ一重っていうのも変です。という感じです。で、さっきキーポイントで、瞳孔を覚えておいてくださいって言ったのは何なのっていうのは、瞳孔括約筋と瞳孔三大筋というのがあります。瞳孔三大筋は交感神経が支配しています。瞳孔括約筋は副交感神経が支配しているんですよね。なのでこれらに関しては二重神経支配ではないんですけど、瞳孔っていうのをまとめられてしまうと、これは瞳孔括約筋と収縮筋を両方合わせての話になりますので、これに関しては二重支配っていうのに言ったりしますので、ここがちょっとややこしいです。他のと違ってね。なので、ここだけちょっと引っかからないようにしていただいて、あとは、例えば腎臓とか副腎とかだったら交感神経だけとかですね。こういうのを覚えていただけたらいいかなと思います。じゃあ次、拮抗支配いきましょう。ちょっと下にね。はい。拮抗支配ですね。交感神経、副交感神経の作用が拮抗、つまり反対をしてますよっていうのが拮抗支配。基本的に二重神経支配っていうのは拮抗支配なんです。例えば心臓だったら、交感神経だったら働いてっていう命令なんですけど、副交感神経だったらゆっくりしてっていう命令なんですね。これに関しては相反してる。つまり拮抗支配っていうやつなんですけど、唾液とか、あとは、例えば涙とかもそうなんですけど、これに関しては、両方とも出して出してっていう命令になってますので、ここは二重神経支配だけど、拮抗してませんよっていうのが、唾液とかですね。まあ、涙とかなんです。例えば、唾液だったら、とかね、ワンちゃんが怒ったとかの時に、よだれだら、って出るのは、あれはですね、口の中を傷つけないためとかにドロドロのが出ます。あれは交感神経なんですけど、ご飯を食べるとかに出る唾液は、これ副交感神経です。サラサラの唾液。なので、まあ、居眠りしたことある人いるかもしれませんが、寝てる時にね、よだれが出るのは、あれはね、シャバシャバのが出るはずです。例えば、こんなのを考えると、まあ、悔し涙と嬉しい涙。だったら、どっちの方が、これ、しょっぱいですかっていうのもわかります。悔しい涙は、これ、交感神経。嬉しい涙は、副交感神経です。っていうことは、水分量が多い、サラサラの方は、副交感神経の方なんですよね。さっきのよだれと一緒です。っていうことは、
悔しい涙の方が水の分が少ない、嬉しい涙は水の量が多いんです。っていうことはしょっぱく感じるっていうのは水の量が少ないっていうことだから、悔しい涙の方がしょっぱく感じるっていうのはここら辺のお話に通じます。で、こちらの方にね、亀甲菌っていうふうに書いてあるんですけど、亀甲っていう言葉もね、覚えておいてほしいんですけど、まあ、股関節でね、股関節の運動で、腸腰筋の亀甲筋は何ですかって出たことあります。腸腰筋は股関節の屈曲を行うので、屈曲の反対の作用をする筋肉はって聞いてるんですよね。股関節の心筋は何がしますかっていうので出たことあるのは大臀筋が出たことありますよ。ではね、下の表に行きます。表はポイント3つ目で言いましたけど、アルファは収縮、ベータは心臓とその他っていうのを覚えてくださいね。はい、では行きましょう。はい、左側にね、交感神経が書かれていまして、右側に副交感神経が書いてあるんです。まずはね、交感神経、副交感神経で、まあ、交感神経はね、活発に動くための時、副交感神経は活発に動く前に休む、たら体力回復させるっていうのだけ覚えておいてもらったらいいかなと思います。では、それぞれね、書かれてます。で、難しいのはね、アルファベータなので、さっきのだけ覚えておいてください。ね。瞳孔三大筋が収縮しますっていうことは、アルファベータなんですかって言われると、もちろんアルファですよ。毛様体筋が弛緩します。弛緩するっていうことは収縮じゃない、その他ですから、これはベータが関係しますよ。ですね。で、次、心臓の心拍数の増加、心拍出量が増える。ね、いっぱい書いてますけど、心臓に関係するんだから、これはもちろんベータです。気管支が、これは弛緩拡張。収縮じゃないから、これはベータですよね。みたいな感じに当てはめてったら、そんなに難しくないんですよね。はい、同じような感じに、胃腸が収縮とか、弛緩。胃腸が収縮する状態は、これ消化吸収だから、戦う時じゃないんですよね。なので、これは副交感神経。弛緩の時は、アルファ、ベータ、どっち？弛緩だから、これはベータですよ。消化液の分泌をするっていうのは、これは副交感神経。消化液を分泌しない、抑制するのは、これはもちろんベータになります。はい。で、肝臓ね、グリコーゲンっていうのがありますけど、グリコーゲンはね、これ分解すると血糖値を上げるものですよね。なので、血糖値を上げるっていう状態は、エネルギーがいっぱいいるっていう状態なんで、分解するときは、これは交感神経。合成する、蓄えとくっていうのは副交感神経ですね。はい。じゃあ次行きます。で、膵臓の方を促進するのは、これは副交感神経。で、交感神経だけがね、腎臓のところのネリンとかね、副腎髄質のカテコールアミンってありますけども、これの状態がね、書かれてる。まあ、黒塗りになってますけどね。はい。直接分泌してますってやつですね。で、直腸とね、ありますけど、これね、排便反射とかね、そういうところで、まあ、左側にね、排尿菌っていうのも載ってるんですけど、平滑筋っていうのは、ぐって収縮するから、これ便を出すとか尿を出すとかの方です。で、戦ってる時にですね、おしっことかうんちをしている場合ではありませんので、当然ですね、出す時の働きは、交感神経では弛緩します。じゃあ、出さないようにするための活躍筋は、それはもちろん働きますので、収縮します。なので、また収縮って出てきてますので、これはアルファですね。な感じになります。で、横側にね、排尿菌っていうのが書いてますけど、膀胱のね、平滑筋はこれ排尿菌って言いますけど、じゃ あ、これが分かったら、弛緩させるのは何神経？収縮させるのは何神経？今、僕がやってる表とかに関しては、弛緩させるのは交感神経、収縮させるのは副交感神経なんですけど、じゃあその、交感神経の中の何ですか？副交感神経の中の何ですか？っていうところまでね、余力があったら今のうちにしといてください。はい。弛緩させるのは交感神経の、これは下腹神経。収縮させるのは副交感神経の骨盤神経ですよね。
はい、いうのがわかりますか？です。はい。な感じがね、まとめてありますよっていうやつ。はい。ではね、拡大しますね。はい。意外にね、そんなにね、難しくないかなと思います。アルファは収縮、ベータは振動とその他。これはね、きっちり覚えておいてもらうと、割と簡単かなと思います。最後のね、排尿筋のところでお話しましたけど、交感神経、副交感神経の中でも何ですかっていうのもね、余力があったら今のうちにやっておいてください。例えば、瞳孔活躍筋っていうのがね、ありますけど、瞳孔をね、収縮させる、縮瞳っていうやつですね。じゃあ、これ副交感神経なんですけど、副交感神経の中でも何ですかっていうのがわかるようにしてくださいね。顔とかのところに関係しますので、関係するのは脊髄神経ではなくて脳神経。脳神経ね、全部で12個ありましたけど、その中で副交感神経は4つでしたね。いう中の何ですかっていうのがわかりますかっていうところまでね、行くようにしてください。今日はね、副交感神経、交感神経のところの自律神経のところ、二重神経支配、拮抗支配、あとは、アルファ、ベータとかのね、受容体の違いとかをお話ししました。ポイントをまとめるとね、そんなに難しくないから、まあね、覚えないといけないのは確かなんですけど、なので、ちょっとね、整理して一回やってみてください。じゃあね、今日はこれで終わります。またね、バイバーイ。